支配人って素早いよね。お客様のご要望にこ…ふーん。アーネス様、教皇庁から小包…それ、血だから受け取り拒否で…そうだった。支配人と話してた…いや、支配人が一緒…ああ、それなら…いいよ、大方支配人だけ…それがお嬢様のおこ…見守る…おはよう。あの、指…はい、ほっと…はい、ホットチョコです、どうぞ。ま、いいけどさ。またなんか言ってきやがった。親愛なる夜について、ミラダが満ちるごとに夜も満ちる。終わりまでに夜の送った人間と協力し、くそ、もう時間がない。どうし、ついそろそろ血が欲しくなる頃だろう。こっちは、それにもし困っても、誰がお前ら。ベッドメイキング？ええ、でもアーヌス様、ね、お掃除も簡単なのよね。この部屋ちょっと贅沢すぎてさ。あら、それじゃあ部屋に…それは…冗談よ。アーヌ、支配人さんから…困っ…お客様が…留守だから…あら、ベルが…電話…支配人さんから…ふん…あれ、大…他の部分は…大観覧車。この消えた客は多分。そんな、どうし、機密情報。は、情報。それに、エージェントか一般の協力者かは。たとえそうだった。どうって、え？お、だって。よ、そうか。聖女を使って封じる方法なんか。ということは、今回のアーナス様、こうしては、心配ないさ、ユリーティス。君はここに、じゃ。でも、やばかった。おはよう。おはようございます、アーナス様。あの、アーナス様、時々徹夜しているみたいだけど。蛇用狩りは夜しかできないからね。昼間にたっぷり寝てるから平気さ。それは良くないわ。ええ、よくありません。なんだよ、二人して。私もカフェでお手伝いしたり、街でランチやショッピング。え、てっきり当ホテルは監獄ではございません。もしかして怒ってる？いいえ、怒ってなど。とにかくアーナス様にぜひともそうしてくださいま。やっぱ怒…これは相当手強いやつがいるな。こんなところに一般人が投げ入って、研究者の資料とラッピ、こんなものの品はどう見てもプレゼント用だよな。後味悪いことにならなきゃいいけど。
虫の出す糸で織ったハンカチ。妖魔についてしたためられた手帳。女物の品々はどれも未使用ですが、妖魔研究の資料は使い込まれている。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あなた、本物の妖魔ね。さて、何でしょう、混ざり物のお嬢さん。人であるか妖魔になるか、ミラだ。でなければお前は終わる、この世界と共にね。純血の妖魔なんて久しぶりに見た。この遊園地相当まずい。まずいな、これは。闇が溢れ出してる。この黒い血を全部とこしきます。急いで浄化しないと。おお、落ち着くんだ。止まれバカ、そんなに騒いだら。実に素晴らしい戦いだったな。俺はロイド、世界を旅する商人だ。この島には珍しいお宝がわんさか眠ってるって聞いてな。ところで、命の恩人の名前を教えてもらえるかい？私はアーナス。あなたは？ああ、あいつなら。私が調べてた遺跡を横取りするわ。まあまあ落ち着いて。アルカードじゃなくてアルカドだ。それに私を助けてくれたのはこちらの未確認生命体のお嬢さんだ。未確認？私は妖魔研究をしております。いやいや、早速こんな素晴らしい研究対象と巡る。研究対象？邪妖をあんな風に葬り去るなんて普通の人間にはできっこ。ぜひ君の体を調べたい。それよりどうしてそれはこいつだ。あんた何言ってくれちゃってるんですか。ここは私が教皇庁から聞き。それはあんたが金目のものがありそうだ。白馬の王子様を夢見るし、それにあんただって、俺はこの通りナイスガイだし、すげえ美人妖魔が引っかかるかと。あーた、初対面のお嬢さんに体を。あれは純粋な研究欲です。私の人の恋愛感を汚れとか言うな。はあ、さてお前、恋愛でしょ。研究に身を捧ぐことなかれ主義者の私でもこれに。ほう、やるかい変態先生。お帰りなさいませ、アーナス様。ごめん支配人、宿泊客ほっぽり出してきちゃった。あの方々なら大丈夫ですよ。リュリーティス、リュリー、泣くことなんかないだろ。だってリュリュ、おいで。アーナス、
宿舎にいた時はよくこうやって踊ったよね。私ダンス下手だったものね。アーヌスが付きっきりで教えてくれて、懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。英国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ。ずるい。君が感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーティス、ごめん、なんでもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーヌス、ああ、もう朝か。貧血気味だな。リュリーティス、リュリーティス、大丈夫？アーネス様、あれ？行き倒れです。ああ、あれね。我がホテルの評判にも関わりますので。そうだね、仕方ないけど。